これも途中からですね、アクリル絵の具で自画像を紙に描いています。アクリル絵の具何回か使い始めましたけど、難しいですね。今回もかなり長期にわたって描いてしまいましたね。まあ、自分は写実っていうことをスタイルに今絵を描いているということを話しましたけれども、やっぱりそれ以上があるんですね。写実っていうことを目的とはしていますけれども、写実的なもの以上のことが、絵の中で起こってきた場合には非常に普遍的なものをやはり感じるんですね。写実的なものっていうのは、感覚的な喜びが、勝りますけれども、それ以上のものっていうのは、もちろんこれも感覚的な一種の、慰めなんでしょう。時々そういうものを感じることがあります。それは何かって言ったら、例えば、ある作家を目的、ある画家を目的としていて描き始めて、もうとっくにそのことはもう忘れて描いていて、そういう画家みたいな絵が描けたらいいななんて思っていることがよくありますけれども、気づいたらもう忘れていて、もう絵はもうどんどん、わけわからなくなっていってですね、もう何もつかめないような状態、そういう時にいつも、そこに一つの名前を、一つの言葉を添えるんですね。そうするとそれが見るための装置になる、混沌が何かを表すための、言葉を表すための装置になるんですね。だから前言ったようにですね、好きな音楽が聞こ、好きな音楽をそこから聞くことができるし、好きなものを、見ることができる。これがいわば写実的なものだと僕は思うんですね。でもちろん現象だけにとどまらずですね、いろいろなそのなんていうんですかね、その現象っていうのは光の現象ですね。目の前に見えている写実的な光の現象、感動、シンプルな感動であったりですね、美しさであったりですね、そういうものを、自分の汚いタッチの中から見ることは、これは写実だと思うんですけれども、そういう外界的なことを、感覚、視覚的なこととか、そういう感覚的なことをだけにやっぱりとどまらないのが写実なんですよね。で、そのわけのわからなくなった時にそこに一つの名前を付すことができる、それが、自分のハッと思い出したこの人みたいな絵になったらいいなと思っていた人の名前なんですね。でそういう人の名前をこう時空を超えてそこに付すことができる、つけることができるんですね。そうした時に、本当にその人に出会ったなということになるんですね。本当にこの人と、時間を超えてつながることができたということを実感するようになります。でもですね、やっぱり次の一手、それを感じた直後の一手、直後何分かでですね、その人を通り過ぎてしまうんですね。あの時感じたものはもうなくなったなっていう感じで、通り過ぎてしまう。その人物の名前を付したものは通り過ぎてしまう。寂しいな、もうちょっとあの人を感じたいと思うんですね。けれども絵的にはさっきのが一番良かったなと、もうその状態ではないなという感じになるんですね。けれどもですね、そこでもう一度 見るんですね。そうすると通り過ぎた、その人を通り過ぎたものが
今通り過ぎた今がですね、これからもですね、今がこれからも、これからが、本当にその人の領域に入るんだと思うんですね。そういう名前の伏し方なんですね。だからですね、その通り過ぎたところが本当にその人のところだったんだなと思うわけなんですね、これは幸せなことでですね、自分がもう本当に根っこからその人と出会い、また一体となるんですね。そういったことは写実性の領域のさらに一段高いところにあると思うんです。でですね、それは名前を伏したものは、要するに自分の知ってるこの世の、まあ、生きた、まあ、その人自体は死んでるけれども生きた魂みたいなものですね。けれども、やはりそれをも乗り越えていく必要が本当はあるんですね。例えばその人が最上のものではないということも心の中でどうか止めておくべきなんですね。でもちろんその人も何かの魂にインスパイアされて描いているわけで、僕はその人の魂に、途中で背中を押されてもう一度歩き始めたわけですが、まあ、言ったらダンテの地獄編の、地獄編に限らない、ダンテの あれですね、永遠の、詩人の、何だったっけな、詩人の人と一緒にダンテは地獄をへめぐりますよね。ああいうふうに魂に押されて、登っていくわけですね、まあ、下っていくのか、下っていくわけですね。そういう感じでその人の魂、と一緒にですね、背中を押されて肩を抱きかかえられてですね、一緒に歩くというようなことだと思うんですね。だけどそういうことがこういうなんていうかのヨーロッパの精神史、その写実性の中にあるんですね。だからですね、本当に、すごく狭い意味での写実、自然を写すとかですね、感動を、そこに表す、狭い意味ですけれども最高峰の意味で、前回僕の言った写実の在り方ですね、その自然を表すにも自分がその表す装置になるということですね。見ることによってですね、その混沌から全てが見えてくる、言葉は、360度どこから見ても美しいですから、ある角度を規定しないわけですね。だからですね、それは、無限の装置になるわけですね。それが写実で、一段その高いところにあるそういう魂と結びつく写実、そしてさらに、高いところにある何かをみんなが目的としているということ、ですね。それが写実の歴史、ヨーロッパの写実の歴史ということになると思います。ダンテと何だったかな、思い出せない、ベルギリウスの魂だったかな。ベアトリーチは恋人だもんな。ちょっともう一回読んでみようと思います。忘れました。そうですね、やっぱりその見るということが非常に、大事なんですね。その真理を見ようとする、何が正しいかを探ろうとする、で何が正しいかを探ろうとすると、自分のやってることが間違ってることがよく見えてくるわけです。で自分のことが間違ってるっていうことが分かってくると、正しいものもはっきり処理してくるというようなコントラストなんだと思います。この正しいものっていうのは、はるかに自分よりも高いところ、離れて、すごい距離のと
ところにあるので、こうつかみに行くというか触ることは難しいですね。なんだけれども、それを自分の自分の行為によって囲むこと、囲んでその中に見ることはできるんですね。そこまで行くことは難しいけれども、手でこうちっちゃな望遠鏡を作ってですね、手のひら でそれを覗くことは可能なんですね。で、まあ例えば夜空に星があって遠いところに光ってる星、実際に行くと、何億光年、非常に遠い星に実際に、行くことは、まあ、不可能に近いですけれども、今では、まあ、今後もしかしたら行くかもしれないけれども、それは大したことではないんですね。行ったら行ったでこの地球がその遠い星になるわけですから、ということはまた戻ってこなきゃならないっていうような、もう本当に大変な意味のないことをやるわけですけれども、遠い星は見るだけでいいんですね。見るだけでそこに行ったような気になりますよね。遠いところ、あんなところに光り輝いて、あれは何億光年も先にあるということだし、けれどもこう見た時にですね、自分がそこにいるような気がするわけですね。そういう感じですね。銀河鉄道の夜とかですね、矢沢賢治、書いたわけですね。自分がその銀河を旅して、列車で旅してですね、遥か遠い北十字、あんなところ行けないですね。もうあと何年も、先にはもしかしたら行けるかもしれないけど、そこに行ったですね、今度この銀河系が違う、この銀河系、太陽系、地球のあるところが違う星座に見える可能性がありますね。そうするとまたこっちに来なきゃならないということです。そうなんですね。宮沢賢治っていうのは写実性に富んだ画家だと思います。でも方法論としてはこう童話であったりとかですね、そのイマジネーション想像の世界であったりとかですね、でもすごい非常にリアリティがあるわけなんですね。本当にちっちゃい時にアニメから入ったんですけれども、アニメの銀河鉄道の夜見て感動したのを覚えてます。怖いアニメでしたけれども、何かこう考えさせられるというか、小さい頃の魂、敏感な何かこう宇宙の何かを追ってる魂にですね、非常に敏感に響いたんですね。僕の友達のある舞踏家の人は言ってましたけど、あれは聖ヨハネ、洗礼者ヨハネが、洗礼する川でパプテズマを、キリストに、授けるシーンなんではないかということを言っていましたが、カンパネルラとジョバンニなんですね。ジョバンニ、は主人公ですよね。ジョバンニは、聖ヨハネですね。聖ヨハンですね。それが、銀河の川を旅するんですね。で、死んだ人を、まあ、供養するじゃないけど一緒に旅するわけなんですが、あれは要するに川で洗礼をする洗礼者ヨハネなんだということを言った人がいましたけれども、途中のシーン、どこだったか、落ちてくる鳥を捕もうとするおじさんで、それを掴んだら砂糖菓子になるんですね。でその砂糖菓子になった鳥っていうのは要するに慰めなんですね。向こうから降ってくる霊を捕まえてですね、それを、袋に入れて手で捕まえて袋に入れると砂糖菓子になる、僕たちにとって甘い食べ物になるんですね。だからですね、写実性の中にある数々の喜び、実感っていうのはですね、例えばその
名前を伏した時に本当にその人になった、そしてまたその人を通り過ぎた後もですね、あ、もう一度名前を伏し直したらですね、あ、本当にその人になった、さらにその人になったということなんですね。そういう感動、そういう実感っていうのは砂糖菓子なんですね、僕らにとっては。で、最後その人はもうつかみきれなくなって、両手を広げて地面に倒れます。喜びと一緒に倒れていきますね。そういう感じでですね、ケンジはどこかの小説でも、自分は振り返ってる暇なんかないんだと、新章スケッチをもう次々に、していくんだということでですね、もう一つ一つ自分を、振り返って慰めている暇はないんだということを言っていますね。で、それはですね、一つ一つのそういう写実的な慰め、喜びっていうものをもういちいちもう味わっている暇はないんだと。そうではなくて、もっと進んで、真理のために真理へ向かって進んでいくんだということなんですね。僕たちが そういう経験が増えてくるとですね、その霊的な喜び、真理に触れる喜び、慰めっていうもの、それが増えてくるとですね、そういうことに、いちいち足を止めて喜んでられないということが出てきます。で、やはりこう熟達した人、真理に熟達した人はですね、そういう真理のために、絶えず仕事をするんですね。それでもやはり慰めはどこかで必要なんですね。鳥のおじさん、ケンジが言わせてますけれども、自分の身の丈に合うくらい取れるくらい生成することはないと言わせていますけれども、聖書の中にマリアとマルタだったかな、2人の姉妹のところにキリストが入るんですね。そうして、2人は迎え入れるんですけれども、妹のマリアの方がキリストの足元に、いてずっとキリストを見てるんですね。で、姉のマルタは、妹に言うんですね、そんなとこでボケっとしてないで、迎える支度を一緒にしてちょうだいっていう感じでですね、あくせく働くんですね、姉のマルタですね。そういった時にキリストが言うんですね、マルタに、マルタ、そんな風に、言うのをやめなさいというんで、マリアはあなたの妹のマリアはですね、いいもの、そしてまた、たった一つ必要なものを今ここで発見して、見つけたんだから、そのように言う、急かすのはやめなさいということを言う、まあ、ちょっと戒めるんですね。で、まあ、こういうことをこういう聖書の中の話の中にですね、さっき言ったようなことが見られるんですね。一般の教えではですね、やはりこうキリストを発見したというか見つめている、マリアは真理を、見たんだということを言われて、真理を、横にしながら自分の仕事をしているマルタのこと、そうではなくてですね、このマルタっていうのは熟達した人なんですね。霊的に熟達した人、キリストがいるのは分かっているし、それにおいて、慰められることに熟達した人なんですね。そうではなくて、そのマリア、妹のマリアの方がまだ熟達していないですね。で、その人は、マリアはですね、キリストを初めて真理を見て、それに甲骨の表情を浮かべるんですね。それでおいてずっとそのキリストの前にいるわけなんですが、で、大切なものを見つけたと。だけれども、そんな、浸ってないでですね、ちゃんと世話をしなさい、迎え入れる準備をしなさいということを言うわけなんですね、姉のマルタは。本当に熟達した人というのはマルタのようなんですね。その慰めを、慰めに陶酔しないでですね、自己陶酔しないでですね、ちゃんと仕事をするわけなんですね。これが賢治の状態なんですね。けれども、
最初のうちはですね、いろんな慰め、恍惚の状態、そういう感動にですね、自分は酔いしれてしまう。まあそれが必要なんですが、それが楽しいんですね。でそういう心理において、心理に触った時に現れる、本当の、確実な、感動ですね。永遠からあって永遠にずっとあるような感動に触れる自分っていうものは、本当に真理に触ったということで、嬉しいわけなんですね。この状態が、妹マリアの状態なんですね。何かこう作品を徹底的に描いていてですね、徹底的に描いた挙句に、混乱してですね、結局いろんなものをこう失っていく、そうして出来上がってくる何者かっていうのはですね、写実以上の何かこう質感があるわけなんですね。確かな質感があってですね、でそれを実感した、最近その目標としている、ビジョンとして持っているんですけれども、確かなマチエールなんですね。でその確かなマチエールに見えてくるもの、そこにこう言葉をつけたいなと思って、今こうやって録音してみたわけなんですけれども、ハーフトーンを置いて、この絵ですね、ハーフトーンを置いて、明るいところを描いて、また色彩を入れていこうっていうことなんですけども、このアクリルってスル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 滑ってですね、なんかこうやっぱりつかみづらいんですね。もっと挑戦していこうと思いますけれども、でもこの使いづらい道具っていうのがやっぱり何かつかめそうな気がして面白いんですね。もうちょっと何枚か描いていくつもりですが、正しい着地点っていうか、自分のしっくりくるところを今はこうやって探してる。ここでも本当にどこでも、これもどこで終わってもいいものだと思うんですけれども、よく SNS とかで見てると本当に、どこで終わっても誰かの作品になるなっていうような感じで、なんかその割とまあ日本の人に比べて海外の人は適当に描いてるというか、まあそういうことはありますよね。なんかそういうのを見てたら本当どこでも、サイン描いたらもう絵になるっていうような感じがしますよね。もう額に入れてしまえばもう本当に大した絵になりますよね。そういうことは頭の中にいつもちらついてますね。でもやっぱりもっと一線を越えて一つの何か確かなものまでたどり着きたいということもあるので、やっていますけれども、何かこうしっくりこないですね。シュッシュッとかけてしまうこのアクリルっていうものは、この友達なんかはアクリル使うのうまいですね。どうやってあんな風に描くんだろうなと思いますけれども、難しい、アクリルは難しいです。なんかこう僕の描く方法っていうのはもう本当に何通りしかなくてですね、すごい単純なんです。簡単な作業の連続というか、そんなに難しい技術は持ってないし、実際そんなに難しい技術なんてないんじゃないかと思うんですけれども、基本的にはベネチア派って言われる人たち、ティントレとかティザーノとか、色を使い始めた人たち、印象派の元になったような人たち
の技術技法っていうものをやってるんですけれども、その人たちがやってる技術描き方とさほど変わりはないし、大体が世界の、どの国においてどの技術画法においても通じるような描き方ベースでやっています。土台の色彩、土台の、アースから、シエナとかアンバーとかですね、テルベルトとかオーカーですね、それに、白黒プラス何か色っていう感じなんですね。で、こういう基本的な色彩の使い方は本当にどの画家にも見られることで、それぞれ使い方が違うから。